はい、こんにちは、アッカープラスです。今回ですね、こちらのドゥアなんですけど、バイブレーションです。中国製です。鉄板ですね。こちら買ってみました。こんな感じで丁寧に手紙入ってます。はい、それではね、開けていきたいと思います。はい、赤金チャート、ブルー、コットンっていうのは何で、オーロラって言うんですか、何て言うんだろう、分かんない。はい、ピンク5色でですね、1200円だっけな、5色で1200円です。こちらはね、邪道ブランドのね、レインっていうルアーがあるんですけど、バイブレーション。それとね、そっくりなのかな、わかんないけど、邪道ブランド持ってないからわかんないんですけど、それらしいです。で、こちらね、愛が見えるかな、2つ。普通のね、鉄板はこう3つ並んでるんですけど、これは斜めに2つ。かっこいいですね。 26g あります。それではね、開けていきたいと思います。全部ね、開けます。はい、袋開けてみました。なかなかね、出来はいいですね。こちらね、ちょっと塗装がね、盛り上がってる場所ありますけど、まあ関係ないでしょう。こっちにね、塗装の剥がれもね、若干ありますけど、使ってるうちに剥がれるので、針もね、しっかり、すごい太い針。あんまりね、こう、日本ではね、見ないような、すごい針ついてます。これは絶対曲がらなそうな針、頑丈そうです。色もね、こうキラキラしてなかなかいい感じのルアーになりますね。この5色で1200円、しかも送料込みです。激安のね、鉄板バイブ。目もね、グリーンでかっこいいです。のでですね、これでね、ちょっと釣っていきたいと思います。ほんとね、すごい安いので、これで釣れちゃったらね、ほんとなんか嬉しい感じがします。